モカです。レシ。ヒューガです。アリオス。ピンク。ラテ。ティッピー。始まるよ。イエーイ。今日は1万人記念、2万人突破記念の高速質問コーナーをやっていきたいと思います。イエーイ。どうぞ。ピンクラテのウェブモデルになれて良かったことは何ですか？みんなに会えたことです。ポージングが一番上手いメンバーは、せーの。みんな。誰が一番上手いアリアかな、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 姫アリかな。10人の中で一番上がるのはせーの、姫か、姫か、アリア。いつも服一緒だけど合わせてるの？一緒です。メイク道具はどんなのを使っていて、メイクするのに何分かかりますか？メイク道具はいろいろ使ってます。まあ30分くらい。私はケークとかキャンメイクとかいろいろあるんですけど、時間は30分くらいです。キャンメイクとジュースチャートです。日によって違います。キャンメイクです。5分から10分です。はいはい。今日も1分くらいで終わるってこと？好きな科目は何ですか？自己、体育、体育、数学。生まれ変わったら男の子か女の子かどっちになりたいですか？男の子。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 生まれ変わったら何になりたいですか？猫。人。あり。一日だけ男の子になれるとしたら何をしたいですか？男の子を駆逐する。好きなものを好きなだけ食べる。女の子を口説く。海で泳ぐ。みんな可愛い。ありがとうございます。質問じゃないけど大好きです。ありがとう。みんな身長何センチですか？159センチです。154センチです。163センチです。165センチです。スカートとズボンどっちが好きですか？ズボン。スカート。どっちも。スカート。4人がそれぞれよく行くところはどこですか？学校。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 ディズニーのキャラクターで何が好き？プーさんです。モンスターズインクです。ダッフィーです。ダッフィーシリーズです。好きな色は？黄緑です。紫です。銀。赤。ピンクラ TV 2万人おめでとうございます。これからどういう企画をしたいですか？どっか行きたい。どっか行きたい。新大久保。新大久保と韓国。みんなで楽しく撮影ができたらそれです。いいです。どうやったら身長伸ばせますか？わかんない。わかんない。ジャンプと牛乳。寝る。ピンクラ TV はいつから始まった？今年の3月です。今年の3月か。はい。今年の3月。春夏秋冬で一番好きな季節は？秋。全部。秋。全部。夏。ももかちゃんとゆられちゃんはダンス何年やっていますか？11年です。7、8年です。好きな K-POP アイドルはいますか？トワイスとモモランドです。トワイスです。トワイスとブラックピンクです。特にブラックピンクです。トワイスとブラックピンクです。一緒です。上下関係厳しいの？ゆるい。全然そんなことない。せーの。ほんとゆるい。ゆるい。きなことや、きなことやま、きなこの山とたけのこの里どっち派？たけのこ。たけのこ。もし原宿などで見かけた、もし原宿などで見かけたら声かけていいですか？どんどん。もちろん。聞いてください。今の席どこ？一番窓側の後ろから2番目です。真ん中の列の一番後ろです。窓側から2番目の後ろから2番目です。こっちが廊下側で、帽子は帽子の一番前の帽子側。ちょっとわかんないかな。好きな人のタイプは？かっこいい人。背が高くて山崎健人。白顔で明るい。お寿司最高何皿食べられますか？7。10はいきます。数えたことないです。あんまりお寿司は食べない。部活、クラブは何に入ってますか？入ってません。入ってません。野球部です。BLTV を始めて良かったことは何ですか？みんなに会えたこと。さっきやった。一番よく使うアプリは何ですか？インスタです。インスタです。スノート、TikTok。 インスタと TikTok。 もう一度私服紹介してください。またやります。またやります。好きな YouTuber は誰ですか？佐藤のあちゃんです。いっぱいいます。ねおちゃんです。いっぱいいます。 PT さんの今までで一番好きな動画は何ですか？どっちが答えるんですか？コスプレ？読売ランドだ。喧嘩したことありますか？ありません。ありません。 あるじゃないか。ここ2人はある。明日必ずすること？毎日。毎日。毎日必ずすることはスキンケアです。食べる。メンバーで一番愛されてるキャラは？愛し合ってる。みんな愛し合ってる。愛し合ってる。終わりました。終わりました。約50個ね。もうちょっと本当は答えたかったの。意外と早かった。100個余裕。今答えた以外にもね、いっぱいあったから嬉しかった。嬉しかったです。嬉しかった。嬉しかったよ。はい。じゃあこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。